しくお願いします。いいです、本気でした。私エロ君でした。すごい真面目なヒロに続いて、恐縮ながらもっと真面目に質問をさせていただきたいと思います。準備はいいですか？あ、ちなみに、東京で活動してます。で、俺は自己紹介しなくていいんですかね？いいんですね。するんだよ。東京で活動してます。SEI の京太郎です。どうぞよろしくお願いします。今日は質問する側です。よろしくお願いいたします。私の質問はですね、変えました、急遽。皆さんの1日で浴びるシャワーの回数を、多分その日によって違うと思うんで、まあ1週間でマックスの回数を教えてほしい。これが質問です。これ数えて、あ、5回浴びる日がありますっていう、その最高の回数を教えてほしい。OK! じゃあこの素晴らしい質問、まずデコさんからお願いします。こんばんは。埼玉 SI デコです。埼玉で活動。SI デコ。こんばんは。私のそのシャワーの回数を知りたかったです。どうなんですか？知りたかったです。レッスン、普段レッスン、まあ、1日多いときは3本とかやってるんですけど、まあ、その回数かける日数だと、週15回とか、もっとですかね。いや、ちょっと待って、トータルは聞いてないですよね。1日も。かけなくてもよかったです。かけない、かけない、かけない。はい。そうですね。1日。はい、2、3回です。なるほど。まだ俺の方が多いですね。何？あ？わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。とりあえず一通り皆さんの聞いてみましょうね。ケイさん。ケイさん。ねえ、もうこんな質問でごめんね。ちょっとすごい真面目な質問なはずなんですけど、何どんどんグレードアップしていきますんで、自己紹介、自己紹介を、自己紹介お願いします。神奈川で、はい、活動してます。 SIK ですよ。神奈川で活動、 SIK、 よろしくお願いします。私汗かきなんです。で、頭は洗わないんですけど、要はなんていうの心配だからガサガサしちゃうので。だけどマックスだと5回です。なぜかというと、ものすごい汗っかきなのと、なんかこう気になるじゃないですか、女子的に。こういやいや、男子も多分気にはなると思いますそうです、はい、だけどつい足だけだともっと多いかもしれません。え、ちょっともう一回。足だけとか洗いませんか？夏、なんか靴履いてると足の裏がベタベタするとかってありませんか？あるある、あるあるある。そういう時は足シャーっていうのは常々やっちゃいます。素晴らしい。だから冷たくて気持ちいいのがすごい好きなので冷やしてます。勉強になります、ありがとうございます、はい。ゆうこさん、シャワーをどんだけ浴びるのお願い。北海道のゆうこでいいですかいいですよ。いいですか、はい。北海道のゆうこです。皆さんこんにちは。北海道で活動、 SI ゆうこ。シャワーは、あ、こんばんはですね、すみません。シャワーはまず朝起きて支度する前に朝浴びて、あと夜寝る前には必ずで、昨日だったらレッスンが5本あるので、その合間合間に、あ、一つは2レッスン一緒前後なので、その間に3回浴びたかな。で、北海道は、まあね、向こうの方たちから、海越えた皆さんから考えたら、なんていうの、涼しいとは思うんですけど、逆に涼しくて、施設に必ずクーラーがついてないんですよ。クーラーがついてない施設でレッスンがあるので、もう汗の量が半端ないんですよね。なので必ずレッスン終わったら、もう
バケツで水を浴びたような状態になるので、必ず浴びて、なので、1、2、3、4、5、1日多い時だったら6回ぐらいあります。どうでしょうか、くま太郎さん。なるほど、ね、比べるなという指令が出てるので。足を洗うんですか、足だけ洗うってことは。足だけならもう全部浴びますね。もう全身。うわーっともう、はい、うん、浴びちゃいます。ですよね。はい。ありがとうございます。はい、いいですか。ありがとうございます。つわものがいましたね、京太郎さん。増えてきますね、どんどんね。次の人、8回とか言っちゃうんじゃないですかね。OK、あとお二人。おりえちゃん、エスタイオリエです。千葉県浦安市で活動しています。千葉で活動、エスタイオリエ、よろしくね、お願いします。シャワーシャワーそうですね、スースーそんな多くないので3回、マックス3回ぐらいかなと思いますけど、手拭きシートは相当使ってます。だったら浴びりゃいいじゃないですか。ちょっと、まあそうなんですけど、こう道中こう家からそこまで行く間に汗かいて、なんかそんなシャワー浴びるほどでもないくらい。なるほど。なるほど。あくんでもちょっとすっごい使ってますね。もう移動するたんびに拭いてますから。わかるわかる。すごい。お疲れ様。そうなんだ。使ったことないですよね、それね。あるあり。いや待って、ちょっと待って、返事変えます。あ、使ったことありますけど、なんかあんま楽しめなかったんです。楽しむもんじゃないで。そうなんだ。シャワーは3回、シャワーは3回。足は洗わずに足拭く、足も拭く。もう全部拭きますね。すごく勉強になります。トリックがあるんですよ、最近は。おすすめです。はい、わかりました。わかりました。ありがとうございます。ありがとう。まやちゃん。はい。当たったよ。埼玉で活動してます、まやです。埼玉で活動、SI まや。面白くないです。2回とかで最後。負けました。別に面白い回答するコーナーとかないので大丈夫ですよ。はい、はい、そのぐらいで、あとやっぱシートでちょっと拭くかなぐらいで、そんなに気にしないタイプです。はい、以上です。なるほど、なるほど。ありがとうございます。皆さん本当ありがとうございました。情報シェア助かります。勉強になりました。あれこれ言ってた京太郎は何回浴びたのじゃ。そうだ、俺最低5回なんですよ。毎日何をしようと、もうそれこそ濡れてくるこのペトっていうのがもう耐えられなくて。T シャツ変えるぐらいならまずシャワー浴びてから変えようみたいにやっていくと、もう5回ですね。マックスで10回とか浴びてる時があります。What did you say? それはゾウさんみたいな。でも洗濯が大変なんですよ。で、本当いいです。そんな感じでやってます。はい。じゃあ一番やっぱりね、他の人はどうだっていうのを気になる質問でしたね。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ね、なんか最初のね、つまんない質問から変えてね、よかったです。あ、皆さん気にしないでください。はい、ね、はい、まず今度はジュリーの方から、出題をさせていただきます。よろしゅう、渡すよ。はい、お願いします。今日はね、皆さん結構まだちょっとお顔が硬い方とか見えるんですけど、普段のちょっと可愛らしい部分を見たいなと思っております。いいですか、お茶目で可愛い皆さんを見せてください。まずこれは大変難しいですよ。はい、ということでちょっとお手本で、いいですか、京子さんにしていただきたいと思っております。
レベル1です。はい。何？